はい、こんにちは、カズマタ博物館です。ということで今日はこちら。じゃん。ガンマアイコン深見カノンセットって言わないか。深見カノン。ということで、こちら、プレミアムバンダイ限定で、昨日本当は多分届いてたのかな？か、僕は今日届きました。昨日不在だったんでね。はい。これをちょっとレビューしたいなと思います。もうゴーストも結構ほんとすごいスペースで出ましたよね、こういうのがね。はい。ガンマアイコン、深見カノン。これはカノン役のあの子すごい嬉しいだろうね。自分のおもちゃですもんね。僕も喜ぶと思う、多分自分のおもちゃに出てたらマジで。はい。ということで、透明なフィルムに入ってます。これは鳴るんだっけ？電池の入れ方って書いてあるから鳴りますね。テスト用電池が入ってくれてると嬉しい。ピッ。ん？ああ、よかったよかったよかった。電池入りでした。よかったー。一瞬ね、ここに電池の入れ方とか書いてあるから、なんか3個使用とか入ってないかと思ったら、こちら側にちゃんとテスト用ですって書いてありましたね。好き。これは説明書入ってないパーティーンですね。うん。ここにセリフが書いてあります。お兄ちゃん。そんな感じじゃなかったね。お兄ちゃんって感じでしたね。さあ、正解を聞いていきましょう。バカキモいんで。このね、ピンクにほのかに光る感じがいいんですよね。いいんです。さあ、それでは取り出します。やっぱ光るなるだったらガンマアイコンもいいんですよね。いいんです。うるせえ。さあ、それでは、ではまず、ここに、絶縁シート。さあ、どこだ？ここか。ボタンはこれですね。いきますよ。じゃあ今から早速全45セリフ聞いていきますか。見えるかな？画面これでね。もうちょっとじゃあ近くしますか。もうちょっとだけね、近くして、よいしょ。よし、これでいいね。こんな感じでいいと思います。スピーカーはここについてますね。この点々点。で、尻尾もいつも通り稼働します。さあ、いきます。ここがスピーカーね。OK。じゃあ行きます。あ、そういう感じだったね。お兄ちゃん。そっちのトーンだね。お兄ちゃんばっかり、マジで。じゃあ行きますよ。次。何を考えていたか、当ててあげる。あかりさんのこと、仲良かったもんね。お兄ちゃん、あの子、良かったね。お兄ちゃん、何を考えてるの？お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。
一つ言っていいですか？これは R18 とかじゃないですかね。対象年齢3歳以上って書いてあるんですけど、大丈夫かな？これ3歳以上でね。これ良くないと思うな。これは本当に。良くないな、そういうのは。って。もっと草川っぽく言うと。良くないな、そういうの。本当にね、ちょっと良くないね、これね。教育上的にちょっと良くないかもしれない。後半の方のお兄ちゃん攻めは、なんかまだいいかなって気がするんですけども、なんかね、あかりとか、アランとか、フミバーやら、なんやら、入ってくるからまだいいけど、前半部分のこのお兄ちゃん攻めはちょっとこれはね、もうエロ会ですよ、もうこれ、今回は。もう本当に。友達とか僕関係なく、いないけど関係なく、エロ会ですね、これね。ちょっと電気を消してやってみますよ。電気を消してこの光を見てみますよ。絶対にね、やばい気がする。うわ、真っ暗。真っ暗すぎる。ああ。もう絶対やばいじゃん。ね、ちょっと待って。あ、これぐらいの光なら、まあ、これの光もちょっとやべえな。じゃあ一番暗い設定で。これはちょっとあんま暗くない。やっぱこれでいきましょう。ね、じゃあいきますよ。お兄ちゃん、あの子、よかったね。もうなんかこれとかさ、絶対さ、なんかこう、妹、お兄ちゃんのこと好きだけど、お兄ちゃんと相思相愛になれた彼女ができてよかったね、みたいなさ。お兄ちゃん、何を考えてるの？ちょっとエッチなこと考えないで、みたいな。お兄ちゃん。やっぱり、あいつよりもお前のことが好きだ、みたいな感じで、お兄ちゃんって聞いてるんでしょうね。お兄ちゃん、この人。やっぱその人がダメなんでしょうね。うん。うん、まあ。な、やっぱね、やっぱ信用できない。やっぱ信用できないですよ。あのね、お兄ちゃん、もういいの。うん。お兄ちゃん、変わっちゃった。私のせいだよね。ああ、ちょっともうこれはもう完全にね、もうボディタッチしてますね。うん。うん、ああ、もうこれ流されちゃいますね、かのんちゃんもね。あー、やばい。お兄ちゃん、大丈夫？やばいよ、これ。お兄ちゃん、もういいの？お兄ちゃん、やめて。あー、もうこれはダメだ。完全にもう、ダメですね。私、もう生き返りたくない。あー、もう手出しちゃいましたね。もう生き返りたくないとまで言わせちゃいました。お兄ちゃん、戦いたいの？仲良しだったタケル君と。ここで急に我に返りましたね。あ、これはもうさっきにまた戻りましたね。私は、お兄ちゃんにも幸せになってほしいの。あー、ちゃんとね、真面目にしようっていうことですね。お兄ちゃん。これとかやばいよね。うん。お兄ちゃん、私は、いいの。あー、いいのいいのみたいな感じになっちゃうな、ほんとにね。これで、タケル君が生き返れるんだもの。お兄ちゃん、いつもありがとう。あ、なんかこれでやっと元に戻ったって感じですね。何でもない。あー、もうここら辺でやっとね。大好き。やっとここら辺でやっと大丈夫になりましたね。もうこんな感じですよね。はい。多分こんな感じだと思います。タケル君、かっこよくなってたね。なんかね、本当にね、これは完全大人向けですね。うん。まあプレミアムバンザイ限定商品ですし、まあ大人向けなのもわかりますけども、こうやって考えてしまう人もまあ絶対少なくはないと思います。うん。まあね、そんな、まあ正直、これがガンマアイコンだから余計にこう超コアな層かもしれないけども、まあ僕は別にね、そんなどうでもいいんだけど、ガンマアイコンはね。うん。これが、深見観音の顔とかだったらまだね、ちょっともっとやべえじゃんと思っちゃうけどね。はい。ということで、今日はこちら。ガンマアイコン深見カノンでした。それではまた明日。